はい、今回はですね、キューベース10に付属する優秀な歪み系プラグイン、ディストロイヤーを解説していきます。このディストロイヤーは、過激な歪みからサウンドを太くするサチュレーションまで幅広い音で使用できます。これから2回の動画を通して、このプラグインの概要と実用例を解説していきます。まず第1回目として、製品の基本概要とサウンドを確認していきましょう。まずここではこのようにキックのトラックですね。このトラックにディストロイヤーを適用していきます。このディストロイヤーは通常のインサートプラグインとして使用します。こちら、スタインバーグエフェクトのディストーションカテゴリー。この中にディストロイヤー用意されています。プラグインのウィンドウがこのような形です。まずこの製品、重要な部分としてこちら、ブースト、ミックス、ドライブというものがあります。まずこのミックスは、元のサウンドとディストロイヤーによる歪み成分、このボリュームバランスを決定します。今 50% ですので、半々のバランスになりますけども、ゼロにしますとディストロイヤーの歪み成分全く効果がなくなります。逆に100にしますとディストロイヤーの歪み成分のみが聞こえてきます。このような形ですね。残り2つのパラメータ、解説がわかりやすいようにミックスは100にしておきます。次にこちらドライブ、歪みの特性をコントロールします。この値が低ければ低いほど滑らかでナチュラルな歪み。逆にこの値を高くしていきますと、ディストーションのように派手に歪んでいくという形です。残りのブーストはこの歪みの適用量を決めます。値を高くするほど強烈な歪みを得ることができます。このように元サウンドの原型を思いっきり変えてしまうというような音作りも可能です。このようなハードコアなサウンドを作ることもできるんですけども、ちょっとやりすぎかなと思った場合はミックス。このミックスを下げていきます。このように元々のサウンドが聞こえてきます。またこの際、歪みを通すことによって全体のボリューム上がってしまいますので、こちらアウトプットですね。これでボリュームを調整することもできます。これらパラメータを主軸に他のパラメータ調整していくんですけども、サウンドを歪ませると太くなったりとか、音圧が上がって迫力が出るということをよく言いますけども、これらを適用すると波形がどのようになるのかといったところも把握しておきましょう。この例として極端に歪みを適用してみます。先ほど聞いていただいたようにミックス100にします。この状態で聞いてみると、はい、このようなサウンドです。それではこれをですね、一度オーディオ化してみましょう。こちらが元々の波形、そして歪みを加えたものになるんですけども、このように歪ませることによってアタック部分が抑えられて、今回ですとキックの余韻、この部分が持ち上がっているのが確認できます。この感じはコンプレッサーを非常に強く適用した際の傾向にも似ています。このようにアタックが抑えられましたので、波形の強い部分、ピークを元々の波形と同じぐらいに持っていきましょうか。両者ともにサウンドのピークは同じぐらいです。ただですね、明らかにこっちよりも、こちらの方がサウンドが大きく聞こえるはずです。今非常に極端な例ですけども、これを薄く適用するだけでもサウンドが太くなって音圧感が出てくるというところを把握いただければと思います。はい、といった形で第1回目はディストロイヤーの主要パラメータ、サウンドの変化について解説しました。次回はこれらパラメータを踏まえて、他のトラックのサウンドメイキングやマスタリングでの適用といったところを解説していきます。今回もご視聴いただきありがとうございました。